藤吉優は福岡県中川市出身の元プロ野球選手、宇藤左だ。プロでは育成選手であった。中川町立安徳北小学校の頃に今光ライオンズでソフトボールを始める。中川町立中川中学校に進学してからはボーイズリーグの福南ボーイズに所属する。熊本県八代市にある修学館高等学校への進学後は、 一年生の秋季熊本大会から保守としてスタメンに起用、後に首相へ就任した。在学中は春夏ともに阪神甲子園球場での全国大会へ出場できなかったものの、三年生の春には春季九州大会に進出。三年夏の第九十六回全国高等学校野球選手権選手権熊本大会では、 東海大西小高等学校との3回戦で延長11回の末に0から1というスコアで敗れたものの投手として1回1、3イニングを投げている。2014年の NPB 育成ドラフト会議で中日ドラゴンズから3巡目で指名。育成選手として入団した。背番号は207。2015年には 右肘を故障した影響で、ウエスタンリーグ公式戦1試合の出場にとどまった。シーズンの終了後には、同郷の先輩投手、若松俊氏と共に、自主トレーニングを観光している。2016年には、ウエスタンリーグ公式戦6試合に出場。2得点を記録したものの、打撃面では1打席1三振でシーズンを終えた。2017年には、 ウエスタンリーグ公式戦16試合に出場。プロ初安打と3得点を記録したが、打率は129にとどまった。シーズン終了後は、育成選手に関する NPB の規定で10月31日に自由契約選手として公示されたが、11月18日に育成選手として再契約。しかし、12月8日に対談が発表された。 アマチュア野球への復帰を前提に環境を変えてやり直したいという意向を球団に申し入れたことによる。ありがとうございます。